レオ選手がシーズン途中にピッチャー登録に変更になりましたはいまあいろんな議論を巻き込んでますけれどもいろんなします、まあ、だって本人納得してるんですもんね本人は納得してるって書いてありましたね、うん、じゃあいいじゃないですか周りがつべこべ言う必要ないですよねど<う> <laughs> そもそも適正的には里崎さんどうですかいや適正をやってみなきゃ分かんないですけどだって打つのと守るのここまで結果出せてないわけですよねはい ってなった時に、あとはその他の選手の目星がついてきてるんで、このままいった時に、そのままレギュラーとして行くのが時間かかるぞってなった時に、ピッチャーの方が早いんじゃないのかっていうところと、もし先発で行けたら、それこそ二刀流になるわけじゃないですか。うんっていうところもあるんですか、だって外野も岡林が出てきてっていうところもありますしね、まあ、若干ちょっと大島がね。 あのもうベテランの域入ってきてますけどで、かいとかが育てていきたいとでショートは今、兄弟いなくなりましたけどあの三ツとか溝脇とかで、まあ、あと高松とか、ね、内野だったそういったところもこう,うまく外野も含めて育てていきたいときに順番性という異性が下がってきたんですか。うんってなったときに、まあ、二刀流じゃないけど。 ピッチャーはもうちょっと練習しないと球速いだけだと抑えれないんで、それをまあ本格的に練習するっていうところなんじゃないですかね。うんただ、4年目にこの決断、まだ高卒4年目、若干早いかなっていう気もしなくはないんですけどね。いやもう早い方が諦めるんだったら早い方がいいですよ。だってそんなの無駄に時間食ったって意味ないじゃないですか。そこはだから本人の見極めと、うん、あとはその球団のチームの見極めだから。 たぶんこのままいってもあ、だからあとは、もし打つのだったら、レオはどこ目指すんですかってことですどの選手までの息目指します、福留ですかっていう、ドラゴンズだったら。まあでも多くの人はそれぐらいを期待してたわけですよね。うーんでなった時になかなかそこまで難しいぞってなった時に、ピッチャーだったら投げて150キロ、もっとトレーニングしたら、それこそ155キロ、朝尾みたいになる可能性もあるわけじゃないですか。 うん、そっちにかけたんじゃないですかね。なるほどね。まあじゃあ、ネオンは球速いだけだけども、やっぱりちゃんとピッチャーとしての勉強をしていかないと、それだけでは簡単には通用しないと。だって他もね、ピッチャーいますからね、そんな簡単に、うん、だって今は投げてるのは、大差がついた負けゲームじゃないですか。はい、それをね、ね今年はリリーフだと清水とかも出てきたし、でまだね、あの2軍にもいいピッチャーいるわけですから。 でそこから生き残っていかなきゃいけないときに、あのー、大差がついた敗戦処理なんていらないわけじゃないですか。ピッチャーだったらね、野手だったらいるかもわかんないですけど、だそこら辺は、あとは先発なのかリリーフなのかっていうところも、どうするのかもありますよねまあ、最終的には先発でみたいな、監督の談ありうしたらもう2軍でしっかりまたそれをね、ね今年2軍で時間を、1軍を棒に捨て,捨ててでも2軍で。 適性を磨いて能力アップたんびに修行した方がいいですよね。